皆さんこんにちは。誰もが60年以上の人生を経験した後振り返る瞬間が訪れるものです。現代において、平均寿命が100歳に近づいている中、60歳は人生のちょうど折り返し地点に過ぎません。60歳を迎え、人生の第2幕に突入する人々は、新しい生活を夢見始める一方で、どう生きるべきか迷いを感じる人も少なくありません。 自分なりに最善を尽くして生きてきたつもりでも、老年の入り口に立ったとき、多くの人は何かしら後悔を感じることがあるものです。今日は、70代の99%の人が60歳の頃からやっておかなかったことを後悔している4つのことについてお話したいと思います。それでは、早速始めましょう。1. お金を貯めずに感情的な消費をしてしまったこと。 誰もが認めるように、経済的な基盤がしっかりしていてこそ、安定した老後を安心して楽しむことができます。特に、生涯の医療費の50%が、人生の最後の10年間に集中するという事実を知っているでしょうか。したがって、自分が貯めたお金をすべて子供に与えたり、若いうちに貯金をしなかったりすると、病気になった時に病院に行くための十分なお金が、 ありませんそれは誰も遭遇したくない最悪の状況です。このような状況に陥らないようにするには、自分の資産を賢く守る必要があります。今日を生きるが依然として根強い日本文化では、多くの人が現在の幸せが最も重要であると信じています。この概念は、世界中で広まっている世論のトレンドに似ています。若者は 将来何が起こるか考えずに、豪華な旅行をしたり、高級レストランで食事をしたり、衝動的に買い物をしたりして人生を楽しむことを好みます。そのため、韓国人は自国の一部の人々に対して、世論のように生きて、ゴルゴの道を歩む、困難に陥るという意味という皮肉を込めた言葉をよく言うのです。貯蓄せずに贅沢に浪費すると、 将来何が起こるかを予測できなくなくります。例えばかつては贅沢な暮らしをし値段を気にせず好きなものを買い気の向くままに旅行し感情に任せてお金を使っていた人が60歳を迎えた時毎月の医療費の支払いにも苦労しかつての誇りであった資産を手放さざるを得なくなりさらには孫に簡単なプレゼントを買うことすらできないという状況を想像してみてください このような状況は単なる経済的な問題にとどまらずその人の自尊心にも大きな打撃を与えます。お金が足りないと彼らは自信を失い生活の主導権を持てずに孤独や劣等感が徐々に心を支配していきます。そうなると友人との付き合いや子供や孫と会うことすら億劫になり自分が負担になるのではと心配してしまうのです。 子どもたちは阻害され、友人は忘れ去られるという状況で暮らす高齢者の話をよく聞きます。その理由の一部は、これらの高齢者が友人と社会活動に参加したり、必要な時に子どもたちを助けたりするのに十分なお金を持っていないためです。子どもや孫に経済的援助を提供したり、友人の集まりを企画したりできなくなると、高齢者は徐々に引きこもり、 コミュニケーションをとることを恐れるようになります。このために起こった悲しい事件も数多くあります。例えば、東京で退職した田中さんは模範的な父親でした。彼は生涯を通じて3人の子供を育てるために一生懸命働き、子供たち一人一人に家を買うために自分の貯蓄を犠牲にすることもいといませんでした。しかし、退職後、 田中さんにはわずかか。な年金しか残っておらず健康状態が悪化したため入院費を支払うのに十分ではなかった彼は以前のように子どもたちをサポートできなくなりかつて愛した子どもたちからも背を向けられました田中さんは彼らがより良い生活を送れるように全力を尽くしたが最後に残ったのは孤独だけだったと目に涙を浮かべた 韓国や中国などのアジア諸国では多くの高齢者が顔の文化を重視する社会で暮らしています。家、社、ライフスタイルを近所の人や親戚と比較することは社会生活において不可欠な部分となっています。人はしばしばその人が持っているものによってその人を判断します。したがって高齢者は他人に劣等感を感じると 失敗したように感じて劣等感と憂鬱の状態に陥りやすくなります。幸いなことに、これは日本では一般的ではありませんが、前例がないわけでもありません。人が金持ちなら自分も金持ちにならなければいけない、という。プレッシャーがかかる社会では、高齢者はお金の不足に直面するだけでなく、劣等感や自尊心の傷にも直面します。そしてこれは、 高齢者の高い自殺率という恐ろしい結果につながる可能性があります。実際、日本は先進国の中で高齢者の自殺率が最も高く、家族からの経済的・精神的支援の欠如による喪失感や絶望感から自殺するケースが多い。現在、東京に在住し働いているアメリカ人の心理学者であるティア・パウエル博士は、自殺は、 うつ病の結果であり、失業などの社会的出来事と関連している場合もあれば、そうでない場合もある、と考えています。悲しいことに、70歳になった時、事前に十分な経済的準備ができていなければ、後悔や過去を振り返ってもあまり意味がありません。したがって、若い頃から家計の計画を立て、堅実な貯蓄資金を築き、 決して感情的に支出をしないことが重要です。例えば、必要がない時に新しい車を購入する代わりに、退職金や健康保険に投資できます。一時的な感情を満たすために買い物をするのではなく、具体的な経済目標を持った支出計画を立てることができます。2、財政について早くから学ばない、一つの間違いが大きな結果につながります。 ほとんどの人は、資産を保護し増やすことを気にせず、お金を稼ぐことだけに集中しています。倹約と財政規律の伝統で有名な日本では、日本人は財政管理で大きな問題に遭遇することはないと思われがちです。しかし、現実はさらに複雑です。生涯にわたって倹約生活を送り、懸命に働いているにもかかわらず、投資や資産運用に関する知識が、 不足しているために、老後も経済的に困難に直面する人は少なくありません。その一例は、大阪で一人暮らしをする75歳の女性、中村さんです。彼女はこれまでかなりの額のお金を貯めてきましたが、投資の知識がなかったため、銀行家に説得されてベンチャーキャピタルファンドに参加しました。当初、彼女はこれが自分の貯蓄を守る安全な方法だと考えていました。 しかし、この投資ファンドが破綻したことで、彼女は生涯の貯蓄の、ほぼすべてを失いました。中村さんはパニック状態に陥り、家を売り、狭い賃貸アパートに住まざるを得ませんでした。投資のことは何もわかりませんでしたが、優しい言葉で説得してくれました。今は、しがみつくものが何もなくなって寂しい日々を送らなければなりません、と中村さんは語った。 中村さんのの話はは特別なものではなもでい日本でも急速に変化する経済環境に対応するための金融知識が不足しており騙されやすいため多くの高齢世代が同様の状況に陥っていますそのため詐欺師の罠にはまりやすいのですこの物語は金融の知識や情報がなければ 私たちが生涯かけて一生懸命貯めてきたお金が泡のように消えてしまう可能性があることを示しています。従って、自分自身こそが自分の未来を守る唯一の存在であることをしっかり認識しなければなりません。そのためには、まず金融リテラシーの欠如を克服する。必要があります。3、健康に気を配らない、手遅れになってから後悔する。 健康が一番、家族が二番目、お金は三番目という古いことわざがあります。しかし、多くの人は、あまりにも多くの苦痛と後悔を経験して初めて、このことわざの深い意味を理解します。失っても取り戻すことができるお金とは異なり、一度失った健康は、特に高齢になると回復するのが非常に困難です。現代では、人々は、健康で亡くなったら、 長生きしても、必ずしも幸せな生活を意味するとは限らないことをよく思い出します。実際、日本では寝たきりで他人の介護に依存している高齢者の割合は他の先進国の2倍です。これは、中年から健康に気を配らなければ老後の生活が退屈な旅となるだけでなく、家族全員にとって負担となることを示しています。私の隣人は かつて東京で成功した実業家だった72歳の鈴木さんです。若い頃、彼はいつも仕事に忙しく、夜更かしし、不規則に。飲み、食べていました。眠気を覚ますために彼は定期的に濃いコーヒーを飲み、さらにはタバコを吸い続けました。当時は、自分がたくさんお金を稼いで、子供たちのためにキャリアを積めれば、 すべてうまくいくといつも思っていましたと鈴木さんは振り返る確かに彼はキャリアで成功しかなりの貯蓄をしていましたがある日狭心症を感じた後心血管疾患と糖尿病と診断されましたそれ以来彼は食べ物の好みをすべて放棄しなければなりませんでした大好きだった脂っこい魚の寿司が食べられなくなり同僚といっぱいの酒を飲むことができなくなり 毎年恒例の登山旅行にも行かなくなりました。彼の家族も止めなければなりません。彼は毎朝、一握りの薬を飲むことから始め、定期的に健康診断を受けるために病院に行かなければなりません。昔は何もかも持っていたけど、今は何も持っていない。長生きしましたが、この長い年月はもう、楽しくありませんと鈴木さんはため息をついた。 子どもたちは仕事で忙しく、同い年の友人は亡くなったり病気になったりしているため、今の彼にとって毎日は終わりのない苦痛と孤独の連続だ。鈴木さんのようなケースは珍しいことではない。日本政府の調査によると、日本の高齢者の60%以上が65歳を過ぎると健康状態が急激に悪化すると感じており、 そのほとんどが自分は何年も前までは十分に健康であったと感じています日本の高齢者は身体的な問題だけでなくうつ病や孤独感などの精神的な問題にも直面しています68歳の山口さんも別のケースだ彼女は若い頃3人の子供を育てるために一生懸命働いていましたが自分の健康に気を配ることを忘れていました 子供たちが結婚し、退職した後彼女はひどい虚しさを感じました。目的も仕事もなくなった彼女は、孤独で方向感覚を失ったと感じ始めました。ある日、彼女は自宅で倒れて入院することになった。彼女は重度の骨粗しょう症と記憶障害と診断されました。若い頃は、家族と子供たちを大切にするだけで十分だと思っていましたが、 すべてが安定すると、最も大切な人である自分を忘れていたことに気づきましたと山口さんは悲しそうな声で言いました。それでは、健康で充実した老後を過ごすための鍵は何でしょうか老後の健康に気を配ることは、病気を避ける。ことだけではなく、活動的なライフスタイルと前向きな精神を維持することでもあります。生きがい、つまり毎朝起きる理由という概念は、 生きがいは単なる仕事や責任ではなく個人的な趣味社会的関係または単に人生で達成したい目標である場合もあります例えば沖縄地方は世界一の長寿率を誇る長寿の島として知られていますしかしさらに特別なのはここの高齢者が長生きするだけでなく元気に生きているということです 彼らはバランスの取れた栄養に気を配るだけでなく、アクティブなライフスタイルを維持し、社会活動に参加します。93歳になる中村さんは今も毎日一人で庭仕事をし、村の友人たちと定期的に軽い運動会に参加している。彼女はまた、若い人たちに伝統的なフラワーアレンジメントを教えることに時間を費やしており、それが彼女に人生の喜びと。 モチベーションをもたらしててくれると信じています私の秘訣は、体を忙しくし、心を活発に保つことです。私は決してじっと座って、自分が役に立たないと感じることはありませんと彼女は笑いながら語った。したがって、大きな変化を起こす必要はありません。毎日軽い運動、バランスのとれた食事を維持、社会活動に参加するなどの小さなことを行うだけで、 大ききな変化をもたらすすことができますさらにうつ病や精神的健康状態の悪化の主な原因の一つである孤独感をよけるために友人や家族とのつながりに時間をとってください鈴木さんと山口さんが話したように健康とは病気がないことだけではなく体と心のバランスがとれていることですたとえ小さな一歩であっても今日から行動を起こしてください 座って過ごす代わりに、外に出て散歩したり、地元のクラブに参加したり、新しいスキルを学んだり、古い友人とチャットしたりしてみてください。4、趣味を持たないこと老後に訪れる精神的な空虚感、それぞれの人の人生の旅において、私たちは若い頃、仕事、家族、責任、経済的目標の渦に巻き込まれることがよくあります。そのため 多くの人が真の個人的な趣味、つまりストレスの多い瞬間の後に喜びと精神的なリラックスをもたらすものを忘れているか、自分で見つけたことがないのです。老年期になると、生活のペースが落ち、責任が徐々に軽減されると、多くの人は、これまで感じたことのなかった目に見えない空洞が自分の魂にあることに気づき始めます。趣味や人生の目的がないため、 彼らは虚しさをを感感感じ、じ喪失感を感じ老人性うつ病にななりりやすくなります。くま高齢者にとって特に退職後することがなく追求する趣味もなければ人生は徐々に無意味になっていきます。誰もが注意を払えば80歳さらには90歳の男女が農業、園芸、料理、チェスさらには新しい。 スキルの追加授業などの活動に今も定期的に参加している姿が目に入るでしょう。彼らは単に時間を潰すためだけにこれらのことをしているのではなく、まさに生きがい、つまり人生の目的と喜びをもたらしてくれるからです。沖縄の人々が自分の人生を無駄に過ぎたと感じることなく、世界で最も長生きできるのは生きがいのおかげです。75歳の田中さんは、 京都で大学講師をししていました40年以上にわたり、彼女は教室と科学研究プロジェクトに全てのエネルギーを捧げてきました。退職年齢に達したとき、彼女は突然未知の空間に迷い込んだことに気づきました。教室も生徒もいなくなり、自分が何者なのかもう分かりませんと田中さんは語った。最初、彼女はほとんどの時間を1人で窓の前に座って、 生き交う人々を眺めたり、過去のことを考えたりして過ごしました。彼女はもはや身を結ぶことができず、人生に貢献できるものが何も。残っていない老木のように感じました。ところがある日、旧友が生け花の絵を持って訪ねてきた。彼女の友人は、新しい趣味としてフラワーアレンジメントを習ってみないかと提案しました。最初彼女は この年齢で他に何を学べるだろうかと考えましたがそれでも挑戦することに同意しました思いがけずこの新しい趣味が彼女の心に光を灯しました彼女は毎日花に集中して何時間も費やしています花を生けると心が完全にリラックスして過去や未来の心配がなくなりました今のあらゆる瞬間を感じていますと彼女は語った 個人的な趣味を持つ高齢者は、趣味を持たない高齢者に比べてうつ病が少なく、長生きし、生活の質が高いことが多くの研究で示されています。読書、チェス、ヨガの練習、植物の栽培、楽器の学習、さらには執筆などの活動はすべて、脳の機能を刺激し、記憶力を向上させ、認知症、アルツハイマー病のリスクを 軽減すすることが証明されていま年を取ったら退屈と虚なしさの中で時間を過ごしてはいけません毎日を有意義で生きがいのあるものにするために大小を問わず趣味を見つけてくださいなぜならそれらの趣味は老後の旅を照らす灯火となり喜びと満足感をもたらしてくれるからですこのビデオが役に立ち行動を起こすきっかけになると思われる場合は 1>, 1とコメントしてくださいそうでない場合は0とコメントしてくださいあなたのコメントは私たちにとって非常に重要ですご健康とご多幸をお祈り申し上げますこのビデオをご覧いただくために貴重なお時間を割いていただきありがとうございますこんにちはまた会いましょう